第5節ヴァンフォーレ甲府対ツウェーゲン金沢の一戦。まずは立ち上がりの12分、金沢の今日注目に挙げたクルーニーのゴールが生まれました。石原さん、改めていかがでしたか？そうですね、何度も言いますけど、やっぱ金子がいいワンツーから、はい、いいタイミングでクロスを竹岡との1対1を制して、はい、ここでグッて前に入ったのが大きかったですね。あとは清原の入り方、はい、クルーニーの諦めない気持ちというのはやっぱり点につながったと思います。続いてその直後の13分です。この宇高からのダイレクトでドゥドゥのヘディングでした。枠を捉えることはできませんでした。そうですね、もう宇高はさすがですね。オフサイドギリギリのところから抜け出してスルーパスは上手でした ね。 そ、 うですね。そしてエンドが変わった後半の14分です。この宇高が右サイドからの竹岡のヘディングでした。そうですね、宇高のセンタリングも良かったんですけど、ペナルティーエリアの中に4人攻撃陣が入っているので、はい、これはディフェンスもつきづらいですし、これはまあ惜しくいい攻撃でしたね。そうですね。さあそして今日ドゥドゥをずっと一人で抑え込んできた長谷川がここで今日2枚目のイエローカード、退場という処分に遭いました。ちょっと我慢を入られると思った瞬間にどっかで我慢しなきゃならないんですけれども、もう1枚もらってたので、はい、もらってなければ悪くないんですけどね。そうですね。さあそして39分、後半の39分、曽根田からのドゥドゥのシュート。ここも今日ドゥドゥとするとヘディング2本あったわけですからね。そうですね、前節 PK も外してるので今日は気持ちがね、また強かったと思うんですけどね。そうですね、最後欲しかったところだったんですが、そしてこの小柳のミドルシュート、こぼれ球に最後佐藤浩一。金沢としては豊かに3人マークしちゃったんですよね。なるほど。それでちょっと真ん中が空いてしまったというところはあるんですけれども、はい、まあ、遅れて1人スライディングいってますけれども、まあ、ちょっとこぼれのところまではちょっと見切れなかったですね。試合終了間際の佐藤浩一の起用でしたから、